はい、皆さんこんにちは、バーメシチャンネルてっぺいです。今回は簡単おからクッキーの作り方をご紹介いたします。本当に簡単にできますので、ぜひ皆さんお試しください。それではよろしくお願いします。まずはホットケーキミックス 70g とおからパウダー 30g をビニール袋の中に入れまして、そこにオリーブオイルを大さじ1杯から2杯入れます。次に豆乳大さじ3杯なんですけど、ここでポイントでございます。豆乳はすべて一度に全部入れずに、少しずつ入れては混ぜ、入れては混ぜを繰り返してください。大さじ1杯ずつですね、加えながらビニール袋と一緒に生地を混ぜ合わせて、生地のですね、様子を見てベチャベチャにならないかなっていう点に注意していってほしいと思います。ビニール袋ごと生地を両手で揉みまして、逐一ですね、生地をちょっと下の方にやって、全体が一つに塊になるようにですね、偏りがないように揉んでいけば、美味しい生地ができます。で、生地、出来上がりこんな感じですね。比較的弾力がある感じなんですけど、そんなにべちょべちょっとはしてないですね。それではですね、こちらの生地をこれから冷蔵庫で30分から1時間寝かしてください。はい、冷蔵庫で寝かした生地をオーブンシートの上に開けます。そしてですね、綿棒で薄く伸ばすんですが、今回ですね、こちらの事情によりですね、冷蔵庫で寝かせる時間がですね、3時間4時間ぐらいになってしまいまして、その関係か少し水分が飛びすぎてしまいまして、綿棒でですね伸ばすとパリパリっと生地が割れてしまったので、一回ちょっとね、割れてしまった生地をですね、もう一回手でこね直しまして、綿棒は使わずに右手の手のひらでですね薄く伸ばしていきました。こうやってもですね、ちょっとやっぱり乾燥しすぎてるので、ところどころひび割れなんかができておりますので、そのひび割れをですね逐一こう手のひらで押しまして、隠すような感じでですね、こんな感じで手の指先でもちょっと、粘土細工するみたいな感じでひび割れを隠して、できるだけひび割れがないような形で薄く伸ばしていきました。これできるだけ薄く伸ばした方が美味しい生地になります。そしてですね、ピザカッターを使いまして、お好みのサイズに切っていきます。で、この時はですね、完全に生地を切らない方がいいですね。この後フォークで穴を開けるんですけど、その時にですね、完全に切ってしまうと、オーブンシートの上でね、この生地がバラバラになってしまいますし、完全に切らなくても、後でご覧いただきますが、焼いた後ね、手で割るとですね、これ切れ目入れてるだけで綺麗に割れます。で、フォークで、これも完全に下まで穴を開けずにですね、表面だけ穴を開けていってください。はい、てな感じでですね、天板の上に移動させましたので、170度で予熱したオーブンでこれから焼きます。これ予熱が非常に大事なので、必ず予熱を行ってください。それでは170度で15分、これから生地を焼きます。はい、15分経ちましたので中身を見てみましょうか。ちょっとこれね、天板とかかなり熱くなってますのでご注意ください。で、表面ちょっと触ったらちょっとね、まだね柔らかかったんですけど、とりあえずね、このままオーブンの中に入れて粗熱が取れるのを待ちます。はい、そしてこちら出来上がりのおからクッキーですね。ピザカッターで切れ目を入れてたので焼き上がり手で簡単に割ることができます。味がね、ちょっと今回は、何も砂糖も何も加えてないんで、例えば砂糖大さじ1杯から2杯加えたりとか、もしくはですね、粉チーズを大さじ2杯ぐらい混ぜ合わせて、そしたら例えばワインにあったりとか、お子さんが食べやすかったりとかしますので、ぜひ皆さんのお好きなですね、味のアレンジをしてほしいなと思います。バーメシチャンネルてっぺいでした。ご視聴ありがとうございました。まだよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。家族ラジオ JOBBB でも特集しますので、最低画面下の説明欄からラジオもぜひ聞いてほしいなと思います。それでは次回の料理レシピ、また皆さんのお役に立てるようなものを紹介いたしますので、ぜひご期待ください。今回の企画はつぐみ調理撮影てっぺいでございました。それでは皆さん良い一日を、そして良いおからクッキーライフを。さよなら。はい、いただきます。割れたの。ちょっと硬っ焼きはこれぐらいでいいけど、ちょっと甘みがやっぱ足りんな。あ、じゃあ砂糖入れた方がよかったかな。甘みと、オリーブオイルはやっぱもう一杯入れた方がいい。ちょっと課題もありやけど、はい、先生ですね。ありがとうございました。